こんにちは、山田です。こんにちは、平井と言います。よろしくお願いいたします。はい、今日もですね、大阪のおばちゃんこと平井さんに来ていただいて、はい、ミドルシニアの、ね、方に役立つ情報というのをですね、提供していこうということなんですけれども、はい、平井さん、経営コンサルタントとして、はい、まあ、いろんな支援をされている中で、特にね、ミドルシニアの方っていうところへの思いも強いし、うん、そうなんです。まあ、それで僕もちょっと今日お話をお聞きしたいなというところもあったんですが、今どんなことをやられたんですか？今ね、私が、うん、一番私に相談に来てくれと思ってる世代が、役職定年をして、うん、モチベーションが下がってしまったという人、うん、プレ定年って呼んでる、プレ定年、プレ定年っていうか、勝手に名前つけたんですけど、にサポートしたい、ぜひ一緒にキャリアを立て直そうよっていうのを言いたいです。それ、平井さんが考えてるサポートってどんなサポートなんですか？人事との面談で自分はこれをやりたいっていうことを言えるようになろうよっていうところとはゴールは変わってないんですね。で、結果的に60歳になった時に選択肢が会社の言った条件で再雇用に行くのか、そんなのやってられるかって、その時にやめるのかじゃない3つ目の選択肢が見えてくるんじゃないかなっていう仮説ですね。だいたい約束定年になる、そこで約束から外れると給料下がりますよね。下がりますよね。じゃあ部下がいなくなります。いなくなります。ここ結構大きいですよね。大きいんですよ。で、お給料が下がるのと、組織の中で居場所がすごい中途半端になるんですよね。私、中二階って分かりはりますね。分かります、分かります。中二階投げられてるっていう言い方をよくするんですね。だから今まで2階にいたのは1階に降りてるわけでもないんですよ。バリバリの現役としてやり直すわけでもなくて、中2階を押されて、で、何を言われるかっていうと、平井さんの経験を生かして若手を指導してくださいとか、ありません？めちゃめちゃありますね。平井さんの経験を生かして、課長の何々君の補佐をしてあげてくださいとか、なんかそういうニュアンスのことを言われることが多いんですよ。そうしたことですね。ふわっとしてるんですよ。で、じゃあその気になるわけです。あ、そうかそうかそうか、私の経験を生かしていったらええねんなってことになるんですけど、実際の組織の中は指示命令系統で動いてますから、外れた中二階の人の関わりっていうのはものすごく難しいんですよ。指示命令系統ないから、別に山田さんがね、現役部長で私が前部長で伸びて、いや山田君とかって言ったとしても、私の言うことを聞いたりする必要はないじゃないですか。ないです。むしろ、あ、ちょっとやっと俺のやり方になったのになってねみたいな、なので私中二階って言い方をしてるんですよ。で、そこにそういうふわっとした役割で存在することがめちゃくちゃストレスみたいなんですね。そうですね。で、仕事自体も今まで最前線の研究開発をやってたのがバックヤードでデータの処理をしてくれとか、そんな風になっていかれてっていうようなことをお聞き相談するかっていうんですね。なので、そしたらどうなりたいですかって聞くと、1階に1階か2階っていうと、どっちかっていうと1階に戻りたいと思うんです。1階に戻るっていうのは自分の力を発揮してやりたいことをやりたい、もう1回管理職に戻りたいって人はあんまりいたくないんですね。じゃあもう一度プレイヤー、あ、そうそうそう、プレイヤーとして自分のやりたかったことをやりたいっていう感じの方が私の多いの一つ感じ取っていると、あと相談においでになるときは、こんな役職レミってもやってられへんと思うんですけど、転職しようと思うんですけど、とか起業しようと思うんですけどっていう言葉で来はるんですけど、よくよく聞くと、起業とか転職をしたいわけじゃなくって、やっぱりここで頑張りたいし、ここで何かを続けたいんですよ。ありがとうございます。で、そこでのうまくいかないから、だったらもう転職でもしようかなって、でも転職できますか平井さんとか、相談に見えるし、起業しようと思う可能性はありますかとか、なんか資格を取った方がいいんですかって言ってみるけど、よくよく聞くと、いや、今の職場でちゃんと居場所が作って、でそれなり のリスペクトをされながらやっていければ多分それがいいんですよね、っていうのがすごい伝わってくるので、それやったらもう一回自分の働き方コンセプトっていうのを一緒に考えて、今の会社のどこでなら貢献できるってことを自分で意思表示しないとっていうことを今言ってる感じ。それめちゃくちゃ大事ですね。会社としても無理には扱えないじゃないですか。
功労者だから、うん、それはその言い方になるんですよね。何々さんの経験を生かしてって。そう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 。だけど現実的にシステムとして動いてる以上、うん、その人の役割って実質もない。ないんですよ、ないんですよ。ないですよね。だからこそ平井さんのおっしゃるように、自分で役割を作っていくっていうのが、うん、それ大事ですよね。そう思います。本当にそう思います、うん、で、あの管理職の方って、うんうん、プレイヤーとして能力と実績を上げはったから管理職になっちゃうんで、そう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 ですよね、うん、だからそれをもう一回磨き直せばいいと思うんですよ、うん、その時に、うん、昔自分がやってて実績上げたやり方はおそらく通用しないですよね。そうです、そうです。だからそこを磨き直せ、それがリスキリングとかになると思うんですけど、何か新しいことをやるっていうよりは、平井さんの今のお話で言うとすごくいいなと思うのが、もう一度プレイヤーに戻るために新しいものを学ぼうっていうことですね。元の自分の活躍してる状態を作れるだけの力はあるんだけど、うん、やっぱり今に合わせていくためには多少は新しいものを入れる。そう思います、そう思います。全く通じないわけじゃなくて、生かせるのは絶対あると思うんですよ。そうなんですよ、ね、私もそう思うんですよ、うん、なんか1個2個さえ付け加えれば絶対いい感じにはなるはずなんですけど、うん、と思います。その辺の抵抗感が結構ありますね。あると思います。で、うん、一つはやっぱりあの IT やと思うんです。そうですよね、絶対 IT やと思うんです。僕もそうですから、ね、ですよね、うん、私フリーになって、うん、もうほんまに困ったのは、うん、あのご縁があっていくつかね、会社さんとか仲間を紹介してもらうとお仕事をいただくじゃないですか、うんうんうん、そうするとそのお取引先ごとに使う IT ツールが違うんですよ。あるところは LINE ワークスでやってくれておっしゃるし、あるところは Slack って言ってみるし、 Google の、 あのアカウントを取って、うんうん、Google のドライブを使ってくれるっていうのもあります。でそういうの全部対応しないといけなくて、うんうん、それが大変でしたね。そうですね。平井さんでもすごいなと思うんですけど、それ自力でされてるんですか。そうそうそう。大変大変。でも、うん、でも同年代の人とこう、うん、プロジェクト、その発注元が一社あって、うん、であのフリーランスでこう、うん、かっこよく言えばフリーランスっていうやつですけど、組むときに私と同年代のフリーの方が使いこなせないってやっぱり落ちていかれますもん。うん、あ、そうですか。現実、うん、抜けていかれますもん。ちなみに平井さん何で勉強するんですか。YouTube とか見たりするんですか。あ、 YouTube も見ます。あと Google 先生に聞きます。 Google 先生と YouTube、 Google 先生と YouTube ですね。あ、そうなんですね、うん、ちょっと僕また教えてください。いいえ、とんでもない。はい、ありがとうございます。今日の話もすごく僕も大事だなというふうに思います。なんか全部変われって言われてるような気がしちゃうんですよね。そうですよね。でも少しだけでも中2階からもう1階に降りるんだったら、うん、もう腹決めしてやっぱりそこをやっていくっていうことですよね。そう思います、そう思います。いつまでも中2階に本当に中腹におるよりはしっかり降りていくということですね。ぜひぜひね、これからもそのまた一緒にやっていきたいですね。やっていきたいですね、はい、ありがとうございます、はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。